ウィリアム・ライト・シチリアン・シーナリー、1823。ウィリアム・ライトは、イギリス人都市計画家。技術将校で最終の階級は大佐。シャムのクワラケダーに生まれ、ペナン州で育った。イギリスの南オーストラリア入植地アデレードを建設したことで知られる。アデレードに残る彼の銅像は、アデレード中心部に向けて立っている。またその周囲には、 さらに多くの記念碑が加えられている。父親はペナン総督のフランシス・ライト、母マルチナの長男として生まれた混血児。軍人を志し、クリミア戦争時には、騎兵大使館として従軍する。その時の任務は敵人の偵察で、陣の評価を担当していた。戦争後は、リッチモンド公爵と内縁者との間にできた娘と、婚約するが、 結婚に至らなかった。その後は、エジプト軍の傭兵として、砲撃指揮官に就任している。1836年、50歳になる時までに、財産を失い、失業中の身になるほか、結核を患う。アデレードに関わるのはつまり、晩年の3カ年だけである。アデレードでの計画は、刺繍を囲い、変に当たる部分に、顧問や、防災側体を設けている。 こうした例は、イギリス初期のプランテーション計画にも見られる。しかしライトが活躍した時期には、入植地拡大に従い入植地の市街地に建て、つまりが起き、そのためライトは、計画に際し、公共レクリエーションのための公園力地帯を、設定している。アデレードの街をトレンス川で分割し、全体を緑の帯で囲み、農村の土地分割計画を周辺地帯へと、 広がらせた。シチリアンシーナリー1823緑地帯をレクリエーションに利用するという観念はトーマス・モンゴメリーのアジリア計画や1830年オーストラリアの友を創刊したトーマス・ジョン・マスレンがすでに取り上げてはいた。公園という観念も1832年には公共散策路の設置に関する議会特別委員会が設置されているが その後法制化の目処が立っていなかった。しかし、ライトが築いた南オーストラリアの基盤は、1840年代から、急激に成長し、その結果として、トレンスシステムという土地登録手法が開発され、外国の土地利用法制に影響を与えていく。結局ライトは、初代総督として赴任したジョン・ハインド・マーシュと計画を、めぐり、見解の総意で辞任。 ハインドマーシュも本国へ召喚されてしまう。ライトは、その他、原住民保護団体のメンバーとしても活動している。他の植民地でも、解放奴隷に代わる契約労働者のための保護者協会が設置されていた時期と重なる。ありがとうございます。